今日はですね、その楽器上手い人とか、下手な人とか、やったことない人とか、いろいろこうお集まりだと思いますけれども、そういう人たちが、分け隔てなく楽しめるようなワークショップということを、うまくいくかどうかわかんないけども、やってみたいなと思います。今言ったように、非常に楽器に慣れてる人、全然慣れてない人っていうのがいろいろ混ざっていますので、その人たちが平等に楽しめるためにはどうしたらいいかなと、思ったんですね。で、全く楽器触ったことのない人に、ちょっと触ったことあるような、ぐらいになってよって、ここで頼んでもダメだし、一番頼みやすいのは、うまい人がそのお持ちのスキルを、全部リセットしてもらうと。それから、さっき単語練習してた人もいるし、クラシック練習してた人もいたけども、そういう、なんて言うんでしょうね、あるジャンルに特有の言い回し、スキル、そういったものを全部なしにしたとこから始めてみようと思います。そうするとね、インプロをやってる時にね、なんか音がパッて聞こえてきて、あれは何だろう、何の音だろう、どういうコードだろうとかね、どういうテンポで、どういう調で、なんてことをどうしても考えちゃうから反応できなくなっちゃうわけですよ。で、これをそういう、いわば音楽に、元の音楽にいろいろなものがこう積み重なってきている、調であるとかコードであるとか、いろんな約束事っていうのがいっぱい積み重なって、それをこうずっと追っかけちゃうから反応できなくなっちゃう。だからその辺を全部取り払って、赤ん坊になって、赤ん坊じゃなくてもいいですよ。猿でも豚でも犬でも、象でも何でもいいから、コーンってきたら、とかって見る。で、そういう、意識でもって、これから、インプロのワークショップを、やりたいと思います。で、まず、だから、とりあえず、呼吸を用いた、作業っていうのを、から入りたいと思います。目を閉じていただいて、とりあえずゆっくり吐いて、それで、そこから始まる。そこから、自分のペースで吸い、自分のペースで吐くと。で、吐き切って、次の吸い込む。次の吸気に移る、その境目で手を1個打っていただきたい。で、これだけいるんですね。相当ね、相当ばらけると。で、まずは、自分のペースを守って、他の外のことは気にしない状態で、始めてみたいと思います。じゃあ、まずゆっくり吐いてから、吸って、で、ゆっくり次吐いた時に手を打つ。同じことをやるんだけど、今度は周りでどんなタイミングでどんなことが起きているか、
例えばものすごく、まあいいや、それ言っちゃうとあれなんで、どういうところにそのなんか興味持つかなみたいなことを自分で考えながら、あれですね、あの周りを聞くという、ことを混ぜて、やってみてください。はい、どうぞ。呼吸の速度を変えたりしていいんですか？基本的にね、自分のあの速度をだんだん速くなっちゃったり遅くなっちゃったりっていうのもいいんだけど、基本的に自分の中でこういうのが多分あると思うんですよ。だから急にこうとかっていう風にはならないと思うんだ。あのこう静かにこうやって目通して、その人のタイミングでこう呼吸を合わせてるっていうことも、うん、合わせない、合わせない、合わせない、自分の呼吸で、うん、自分の呼吸っていうか自分のペースを守る。吐いてるうちに苦しくなっちゃったら、あのもう早く吸っちゃったりとかさ、そういうことは別にあっても構わないんだけど、あの、これはなんだろう、ある時間のその流れみたいなものを自分の中に作るっていうことも一つあるんで、自分の中でかなりゆっくりだなって思うような状態でやってみてください。はい、どうぞ。まず吐きます。どうですか、どんな聞き方をされてます？なんだろう、こういうそのタイミングで音が聞こえてきたら時にどう思うかとかさ、どんなところが自分が面白いかなって思ってるかっていうのが結構重要で、それともう一つは音がない時間が経ってると思うんですね。で、そっちを主体にして聞いてみるとか、いろんな聞き方があると思うんです。で、まあ大切なのは、なんだろう、こっちで聞いててすごく面白いのは、結構音がそのランダムに起きていて、で、それ考えるとその次に誰かが打つっていうその時間のその経過の仕方がものすごく微妙で面白いっていうことなんで、で、なので今度は息を吐いてる間、息を吐いてる間のどこでもいいから行こうと、一回だけね。で、それは何かっていうと、他の人がなんかこう、他の人っていうか、なんかどっかでもってこういう音が起きたら、それに対して自分はどういうスタンスで手を打つかとかさ、要するに他の人、他のあるその、ランダムに起こっているその音の音と自分はどういう関わり方をしていこうか、で同じあのスタンスじゃなくてもいいんですよ。次はこういう風な、あれ、ただし吐いてる時は一回打ったら、その吐いてる間は自分の権利は一回だけと、ね、そういうのでちょっとやってみて、どういう変化が起きるか僕は全然わかりませんけど、はい、じゃあどうぞ。
ですね。で、それを別にその覚えている必要が全然なくて、あ、こういう音を自分一人でやってみたいっていうね、ようなあのことがあったか、あったと思いたい、僕はね、皆さんにね。で、それをその一つの呼吸の、こう息を吐いている時間内で、そんなに長くなく、音が、まあ、数個あるいは、数個の音が鳴る時間で、全部吐いてる時間を全部を使おうと思わないで、その中のある一部分だけを使って、自分が今までやってきた、あんなの面白い、あんなタイミング面白かったなとか、ああいうことが面白かったなっていうのを一回、一つの、呼吸の間に一回だけやる。つまり、なんだろう、まあ、ワンフレーズっていうんですかね。まあね、短いワンフレーズみたいなものをやる。で、まあ、ちょっと、周りで、いっぱいいろんなもんがあって、なんか落ち着かねえなって思ったら、次の、呼吸は休んでも構わない。必ずそこでやらなきゃいけないということ、つまり、十分に自分が休んでいる状態で、こういうの面白かったなとか、直前にこういうことが起きて、あ、これを今度は自分が一人でやるとしたらどうなるだろうなみたいな。だから楽器を使ってもいいし、何を使ってもいいんですよ。楽器の中でやってもいいし、声だろう何だろう、いろんなものを混ぜて、やってっていう。皆さんどんなことを、なさるでしょうかというのが僕はとっても聞いてみたいので、行ってみたいと思います。はい、どうぞ。まず第一に、その何か提示されているものが、ものの、その骨格みたいなものが何、どういうもので出来上がっているのかっていう、その絵で言えば、まあ、三原色みたいなもの、そういうものをちょっといくつか、今までずっとやっておりまして、まあ、大きく言って、まあ、大体5つあるかなと。僕がパルスを出すので、何の音でもいいです。何の音でもいいし、間音変えてもいいので、とりあえず例えば、
今こと、ね、でそれに組み合うようにあの同時に音を出してもいい、はい、で同じことをやってもいいんだけど僕が開けてるじゃん、で開いてるところを読んで、であの全然音がなくなっちゃっても構わないんで、とりあえずそのこのあの今これですから、これが1の長さです、ね、だから全部111で全部長い音と短い音と、音が出ないところという読み方ですね。つまりあの今度はあの呼吸というあの話になってくるんですけども、これまた管楽器なんかだと、循環呼吸っていうのがあって、どこで切れるかわからねえという音が、あれがあるわけです。だけども聴いていると、その音楽的なその紆余曲折みたいなものがずっとあって、どっかで何かこう切れ目が どっかで必ずあの切れ目があるというのが、飽きないインプロバイスなんだろうと思うんですね。絶対息相手に吸わせないっていうのはさあの1970年ぐらいまでの話で、そこからもうちょっとあのもうちょい論理的な、作能的な、対応っていうのがあると思うんです。で、そうするとですね、長い音と短い音の組み合わせっていう意識があるかどうか、相手に。で、それはそういう長い音と短い音の組み合わせっていうのがあれば、何かそこから読み取ることはできるわけです。あのパルスとは別 の観点からね。なので、長い音と短い音の組み合わせでどういうことができるかっていうのをちょっと今からやってみたい。まあ、モールス信号の状態でね、っていうようなことをやるとある表情が出ますよね。それをちょっとみんなで回してみようか。で、例えばこの辺でもってさ、 SOS がさ、いろんなもんがちょっと飛び交ってみたいんだけど、誰か拾ってくれよっていう感じ。ちょっとあのそれで助けてとかっていう感じで言ってみますか。そういう感じで自分の使う音をあの限定してください。1回につき 2音で、ダウンでもいいよ。思ったような問題でコントロールできない。あのだったらあのたまたま出た音1個で一種類ですよ。でいっぱいやらない。あのだからあの人が言ってる、あの人が出してる音はこの音とこの音ってキャッチしたら、なるべくそれにぶつかる音とかさ、合う音とかさ、それ自分でこうコントロールしてちょっといきましょう。はい、じゃあ
一つ助けてって言って。水面から顔をピッと出したり、なんか水面下に潜ったり、間が空いたり、なんか不規則に間が空いたりなんかした方が速さって感じるんだよね。だから、例えば音を例えばこうこれだけこの音とこの音だけでも例えば速くないわけで。音が切れてる間もなんか続いてるみたいな感じするじゃん。だからこう急に水面にこう水面の下でもギャーってなってるんだけど、急に出てきた時にブルッとこうなるっていう、そういうのをまあ、2人でやるんだったらお互いにそれをこう合わせた向こうが出てるときはこっち引っ込んでるとかさ、そういうのやったら急に両方で出てきたりとかっていう、そういうことの間でそのなんかすごい速いエネルギーみたいなのがずっとこう感じられるっていう、ね、おI'm sorry.
じゃあ次はセンテンスというところに入りたいと思います。今までいろいろなことやってきたけれども、一つモールスというのがありましたね。短い音と長い音の組み合わせでいろいろなことをこう表現すると。で、あれは短いのと長いのしかなかったんで、あんまりみんな面白くなかったんじゃないかと思うんだけども、これからは割合いろんな要素が出てきていいと思います。で、インプロ原則として何でもありなんだけれども、何でもありと言っても複数の人数でやるので、そのやり取りというのが成立していないとインプロとしては全然面白くない。聞いてる人も全然、何やってんだろうなあいつらっていうことになってしまうわけ。なので、その普通普段ねみんなが会話をしてる時ってセンテンスになってるでしょ。なってない人もいるよ。風呂、寝る、飯とかさ、それで終わっちゃってる人もいるんだけども、それだと、あんまり、いかに、夫婦であっても、意思の疎通がないみたいになるでしょ。だから、そうじゃなくて、俺は今こういうこと考えてんだけども、どうかねとか、いや、それは、そうじゃなくて、こうなんじゃないのというようなことが、間でね、3人の間で交わされるというのが、とっても大切なことなんです。だから、センテンスっていう考え方っていうのは結構応用範囲が広くて、それができればほとんどインプロというのは、ある一面が完成していると考えていいと思いますね。なので、これから3人でやってもらうんだけれども、そのセンテンスということを考える。で、センテンスっていうのは、さっきの、モールスと、あれから、その点と線という、その2つの要素が、もうちょっと、こう、なんて言うんだろう、広がってくるわけですね。だから、点っていうのが、点がいくつか集まる。で、その点が集まった中で音の高い低いっていうのがあり、それから、一つの点から次の点に滑らかにつながっていくっていうこともあり、ポツポツポツとなった中にヒュッとこう長いのがありというのがねあるわけで、それつまり何だっていうと単語です。単語っていうのは何音節もあるような単語もあるし、すごく短いのもあるんだけれども、その単語を自分の中で組み立てていく。だから、ちょっと長めの単語があり、それから、アンドとかさ、アットとかザとか、ね、監視だの、前置詞だの、で、そういうようなものもあり、形容詞もあり、それから自分の言いたい名詞みたいなものをすごくバンと大きく言うっていうのが、つまり単語がいくつかあります。で、単語があって、そこにカンマがある。ピリオド。というと、そこでこう楽器を演奏する場合にはどうしたらいいかというと、それが息を吸うということになるわけですね。だから、そのセンテンスをこしらえるということでかなり面白くなるはずなんで、センテンスをこしらえたらば、それをずっと言い続けないで、センテンスをこしらえたらば他の人がどういう反応をするかというのをちょっと待つと。で、待つっていうことがものすごく大切な要素になります。その辺を考えて、3人で、3人ずつで、やってみたいと思います。大体、1組3分ぐらいで、できるかな。じゃあやりましょう。
自分の意見をずっと推してるの。あ、うん、それで、2人が返してる時にすぐそれにかぶせてものを言ってしまう、うん、だから、相手が言っていることを、ピリオドまで待ってあげるっていうことがもうちょっとあってもいいと思いますね。それから、音のその鋭さとか、なんとかっていうことから言うと、みんなで、ものすごく鋭いことをぶつけ合ってるから、だから、聞いてる方で、その何が成立してるのかっていうのがよくわからない、だよ。で、つまり、俺はこう思うんだけどっていうことを言って誰かが返してるときに、うんうん、あ、うん、うんっていうようなことがあってもいいんじゃないの。つまり、受けてるという感じ。で、今自分は発言しているのか、聞いてるのかっていうことを、もうちょっと、その、かぶせて、音がかぶってて構わないんだけども、そういう、二人でもって同じ状態でもってこう、ギャーってなっちゃうと、どっちを聞いたらいいか分かんなくなる。どっちが主になってる。だからその、主になってるものがうまくこう、ふっふっふっこう、なってね、いくと、もうちょい、余裕が生まれるかなと思うんで。コンダクトをやる人を設定します。コンダクトってどういうことをやるかっていうと、この3人で、やってますね。その周りにいる人が、3人でやっていることの段落とか、句読点であるとか、それからなんだろうな、わーっとこう生やすとか、そういうことをやって、その3人の演奏に、花を添えるという重要な役割です。みんなで一斉にパッてやるやつ。一発。一発っていうやつでね、声でもいいし楽器でもいいし、何でもいいんですけども、こう一発ってこう出しといて、で行くよって言って、息を吐いている間だけ音を出すっていうね、そういうキューで、まあこれは、どうやつだっけ、小屋さんだ、こういう感じで、うん、それで、原則として1回出した音をそのままずっとキープする。で声でもいいし、それから減衰しちゃう音とか打楽器の人は、まあ、静かな取れ物、それやってみます。
で、あの 息全部吐き切っちゃったらば、あのちょっと休んでまたそれを続けて、で違う音に行ってもいいし、でとりあえずその音はあんまり動かさない、こういうでいいですね。これね、これで行きます。一応まあボリュームですね、なので、じゃあ高速いきますと言って、まあこの辺でね、真ん中辺でもってこう来たら中ぐらいの強さで、この辺がこう来たらもうすぐ強く来たら小さい、ね、はい、じゃあ高速で割とあの、自分でコントロール、この位置でどうなるか、これあの極大の真ん中 でそれを下ろしてきたらだんだんよ、で真ん中にで、もっと下ろしてきたらうんと小さい、でそういうそれあの、まあ、あのコンダクトする人 あのいろいろ特徴があると思うんで、もっといろんなことやる人いると思う、飛んだり跳ねたりする人いると思う。じゃあ高速で。Oh!